こんにちは。町長の山名総吾です。2月5日本年4月の登録に向け朝来市生野町マインホールにおきまして養父市から姫路市までの3市3町主催の目指せ日本遺産銀の馬車道功績の道フォーラムが開催され当日は会場に入りきれないほどの人人 人の熱気にあふれた大会となりましたまた、上川町としては21日上川町議会並びに区長会にもご案内をし職員研修として兵庫県文化財課村上三治を迎え歴史文化を生かしたまちづくり講演会を開催いたしました。引き続き、続県関係市長、 及び各種団体等と連携を強めながら今年こそとの思いで日本遺産登録を目指し盛り上がりをつくってまいります11日には人権啓発大会が開催講師に介護アドバイザーの小山久子さんをお迎えし認知症の母の13年の介護と末期がんの父の在宅介護の経験の中で 苦悩や失敗から見つけたアイデアと気持ちの持ち方などについて講演がありました12日には第11回上川町文芸祭がありました書道・短歌・俳句の部で表彰もありましたが出展・作品の高いレベルに毎回感心しております19日には東科省の薬人さん 26日には、カシオのあたこさんにお参りをしてきました。え昔から続く伝統行事を支えていただいています地域の方々に感謝するとともに、え地域の方々の支えが地域の魅力に結びついていると感じました。え今月の町広報の、これ知っていたら上川津でも紹介していますえホテルモンテローザが、 上川町特産の柚子を使い、開発し販売をしています、上川プレミアム高原アイスと栗原ファームが製造・販売されています。同じく柚子を使用した自燃所だしとろろ柚子味が、平成28年度五つ星兵庫選定商品に選定されました。平成24年度には神殿ふるさと村の唐川、 平成27年度の株式会社神崎フードの銀の馬車道弁当等の選定に引き続く選定となりました引き続き地域の特産品の PR に努めてまいりますさて本日から24日間の日程で3月議会定例会が開催されます平成29年度の重点施策は1つ目に地域創生 2つ目に公立神崎総合病院北関改築工事3つ目に峰山高原スキー場建設4つ目に光ケーブル化事業に加え引き続き区要望事業の推進であります地域創生事業につきましてはアクションプログラムを推進し交流から定住につながる仕組みや 仕事づくりと情報発信を強力に進めてまいります病院北間改築事業につきましては地域に即した特色ある地域医療を提供できる拠点として整備するものであり本年度は解体工事及び一期工事に取り掛かります地域になくてはならない病院として事業推進を図ってまいります スキー場建設事業につきましては新たな財源として国の第2次補正予算で採択されました地方創生拠点整備交付金が交付されることとなりましたこの交付金は未来への投資につながる施設整備等を行うことにより地方における安定した雇用創出地方への新しい人の流れ町の活性化など 地方創生の進化に寄与することを目的としたものですこの決定を受け財源が確保できることになり新年度の財源と合わせて12月オープンに向け全力で取り組んでまいります光ケーブル化事業につきまして2年計画で神崎エリアの電走路を光ケーブルへ更新するとともに必要な設備の更新を行います これにより念願でありました快適な環境で高速インターネットサービスを提供できることとなります。えまた、4月1日から過疎地域の指定を受ける方向となりました。えこれは平成27年の国勢調査に基づき、え近年急激に過疎化が進んだ市町村も指定の対象に含まれるよう、条件を緩和したことに伴うものです。 全国の1718市町村のうち過疎地域指定を受けているのは797市町村ありこの度、兵庫県では上川町が指定されたほか全国で20市町村が追加されるというものであります。今後は財政的には過疎債の活用により有利な国の財政支援を受け 施設整備等ができるようになってまいりますのでその用途を十分に見極めながら活用をし元気な上川町づくりに取り組んでまいります3月に入りますと上川町でも図書の貸し出しにおいてマイナンバーカードを図書カードとして利用できるサービスがスタートしますこのサービスは姫路市福崎町 及び上川町内の図書館において利用することができるもので今後マイナンバーカードの利活用について拡大を図っていきたいと考えていますまたイベントとして4日には寺前駅前銀座商店街にコミュニティカフェアンテナショップがオープンいたします19日にはカーミンの春祭り20日には大花園が開園し 25日には、とのみ高原の山焼きが開催される予定です。えまた、上川中学校の卒業式をはじめ、え町内保育所・園・町内幼稚園・小学校の卒業式等が開催されるなど、え3月ならではの光景が見られることから、えすぐそこに春の息吹を感じることも多くなるものと思います。え結びになりますが、暦読みの上では春と言いながら、 寒暖の変化が大きく空気が乾燥してまいります日の元と体調管理には十分ご留意いただきましてお過ごしいただきますようお祈りをし3月のご挨拶とさせていただきますありがとうございました